おかえりバンドキバン、バンディです。そしてカメラうんちゃんです。もうね、背景にありますんで、お気づきの方はお気づきかと思います。今日は日本で一番高価な軽キャンということで、こちらの車両を紹介させていただく動画となります。ケンキャンのお二人です。はい、お願いします。はい、どうも、はじめまして。おはようございます。おはようございます。このマロッコ、はい、彼ら二人のチャンネルで日本一周中の旅してる車ですね。はい、はい、こちらを今日は紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと隅から隅まで、はい、ケンキャンチャンネルで紹介されてないとこまで来てる。絨毯の下とかティッシュはどこにあるとかそういうところからやりたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ということで外装から見させてもらってるんですけど、はい、ツッコミどころ多すぎるんですよ。ツッコミどころっていうか気になる部分がめっちゃ多いから、はい、どっから言っていいかマジでわからないという。まずカラーリングってこだわりあったんですか、黒って。そうですね、前のバロッコが黒だったので、うん、もう黒いイメージがあるからみたいな。黒が好き。そうです、黒が好きで、単純に黒が好き。やっぱ熱こもるんですけど、うん、黒がいいっていう。なるほど、黒かっこいいですよね。黒いいっすよ。でも白と黒で天井の温度比べると30度くらいします。そんな、待って30度ってすごいよ。そうです、真夏の日にサーモグラフィーで調べたんですけど、はい、黒70とか80度くらいまで、その内側から見ていきました。男はね、黒好きですから。憧れの黒で、もうだってカメラとかも全部黒じゃん。そうなんですよね。ね、いわゆるガジェットじゃないですか。ガジェットって考えたらやっぱ黒いいなって僕は思っちゃうんですけど、ここが黒くできなかったの残念だなとかないですか。そうですね、そうなんですよ。これ日本にいなかったんですよ。これ黒あって、実は取り寄せとかですごい大変ならしくて、もう塗るしかないって。オーニングですよね。そうです、ヒヤマの、はい、これってこれくらいまで。そうです、1.5 メートルぐらい。あ、結構、はい、ケンケンさんは当たっちゃうんですか。僕当たります、意外とここは低めなんだ。まあ、ポップアップをもうすでにしてもらってるっていう状態でございますけど、じゃあちょっと外そうだな。まあでもバッて見てやっぱり気になるのこれですよね。あ、そうですよね。でかいボックスが乗っかってるっていうことで、はい、ボックスが、はい、これもうパッと見室外機っぽいものが。そうです、こっちが実は収納に。あ、収納なんだ。全部収納になってて。これって中見れます？はい、大丈夫ですよ。ちょっと散らかっちゃってますけど。あ、なるほど。こんな感じで、ごめんなさい、すごいゴミというかあれなんですけど。はい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 、ここにいっぱいいろんな人の。あ、そうです。あ、僕のがない。デさんのお家にた、あの、大切に。僕のがない。大切にお家に。やってんだよ。これもらったんだけど。いや、でもここにあるんすよ。おい、これちょっといいんすか。いや、全然僕はそれいじってもらって大丈夫です。大丈夫ですか。全然むしろいじってもらった方がね。なんか申し訳ないです。逆にね、こっちにあの洗濯物を入れて夏も車中泊できるようにもうクーラーがついてるんだ。カメラここじゃないですか。はいはいはい、ここですね。これ邪魔になったりしないですか。めちゃめちゃ邪魔です。あ、邪魔なんだ。めちゃめちゃ邪魔です。もっと後ろはいいけど、はい、下は見えなくなっちゃうってことですか。そうです、車止めの場所を把握するのはもうできない。ベースはハイゼット。はい、ハイゼットトラックですね。この辺って全部いじってあるってことですもんね。そうです、そこは全部もう別の仮装で乗っかってるってことですもんね。はい、もうハイゼット感全然ないですもんね。もう顔だけです。顔だけですよね、本当にね。はい、こっちは結構つるっとそうですしてる感じで。これなんですか。これは実はあの天井に換気扇がつけられないので、はい、横につけました。換気扇です。簡単にひねってこういう感じで。これは走るときは閉めてて、そうです。で、止まって換気扇回したときは外に出て開けに来る。あ、開けなくても、ここを開けて手で。そうか。そうです。すごい。いい誘導しましたね。そうなんです。今すごい振りが、いい振りが。ここはですね、なんつってる。これなんですか。ちょっとごつい一目惚れしたホイールを。ちゃんと軽トラ用のやつです。こういうフォント好きですか。いや、そうですね、あまり車には取り入れたくなかったんですけど。ここはこれしかなかった。なんかイトーヨーカドーの2階にある特に書いてある文字ですもんね。そういう系の。僕も別に嫌いなわけじゃなくて、これはこれでかっこいいし、はい、うん、ここはこれ入ってるんですね。これ後ろは今後つける予定みたいな。一応これなんか前と後ろでセットであるんですけど、うん、バロッコだとここ仮装入っちゃってて型が変わっちゃうっていうんで。あ、なるほど。これはハイゼットの。そうです、あれってことか。はい、ここもだからギリギリだったってことですね。これはもうここ切ったり切っていろいろして。なるほどなるほど。ハイゼッ
ットジャンボじゃないですよね。ジャンボじゃないです、ね、これはジャンボじゃないけどシートだけジャンボなんですよ。あ、シートだけジャンボにしてる。はい、ハイゼットトラックです。 S500P ですね。かっこいいな、顔も。銀に入るとかっこいいですね、黒は。そうなんですよね、映えますよね。まあまあまあ、ここはハイゼットなんで言うてそうですね、はい、すごいかっこいいですけど、はい、ということでこちらは戻ってまいりました。まあ、こっちが言ったら正面みたいな感じですよね、いろいろついて。そうですね、これはシャワーだ。そうなんです、シャワーだ。よくお気づきで。こっから出るんだ。そうです。よし、すごい覚えた。すごい覚えた。こっから出せる。そうなんです。海遊びとかしても足が洗える。ここは中にリーチするためにん机になるのか、ならないか。お、いいところに、はい、これ実は机になります。いいな、ちょっとやりましょうか。したらこれで天です。おおイメージと違った。イメージと違いました。白いの出てくるかと思った。大理石みたいなの出てきた。しっかりあの化粧板で、化粧板ですね、あの掃除しやすいようにして。そうですね、これはいいですね、はい、ということで外装でございました。ありがとうございます。いや、やっぱりいいですね、はい、いやいや嬉しい。なんかもっと本当はあるんだろうな。はい、ということでですね、はい、皆さんが気になる内装、運転席から行こうか。あ、全然、はい、ここが助手席、はい、運転席ですね。なんかこれかっこいいな、色。ありがとうございます。これはでもカバー、シートカバーなんですね。シートカバーは。あ、そうです、シートカバーです。カラーリングですね。これがゴールドブラウンっていう、これも僕が調合したというか、これでお願いしますということで。ジャンボのシートが乗ってる。そうです、ジャンボのシートが乗せてあります。これ作ったこれもそうです、あのビルダーで作ってもらったやつ。なるほど、もうぴったしで。まあ、だからこの辺はダイハツが作った部分とそうじゃない部分がいろいろあって面白いですね。入り混じっております。入り混じってますね、はい、最新型の軽トラがすでに僕からしたら羨ましいな。これってパートタイム 4WD？ あ、そうです、パートタイムの4駆なんで、こういうカー戦時期でも余裕で。あ、そっか、いいな、はい、僕さっきスタックしたからな。あ、でも上かっこいいですね。いろいろですね、化粧道具とかが多分、はい、女性の用品が。そうですね、こういうの本当いい。こういうのも色が合わせてあって統一感がすごいありますね。かっこいいですね。やっぱここにいる時間がなんだかんだ長いわけじゃないですか。だからここがやっぱり快適じゃないと。はい、車内はいい匂いがします。 ありがとうございます。はい、スプレーしといてよかった。スプレーということで、居室、まあ、LDK ですね、ここはね。そうですね、全部入ってますんで。居室、寝室も入ってる。寝室も入ってます。そうですね、いいですか。あ、僕じゃあ。そうしてもらって、はい。はい。いや、いいですね。そっか、ここも色合わせてんだ。そうなんです。ここ？あ、これがステップになってまして、はい、まあ、こんな感じで。なるほど。え、どうしよう、なんかちょっとこのまま覗いてみようかな、一回。ぜひぜひ。じゃあ、行きます。探検隊。出動。ドゥドゥドゥ。うわー、広い。嬉しい。上こうやってなってるとめっちゃ広いですね。全方向に窓があるからすごい中採光が取れてて明るいですね。入ってもいいですか。あ、全然。一旦もう入って上がらせていただいて。はい、どうぞどうぞ。ちょっとじゃあ失礼しますね。あの靴下、今日はおろしたての新品なんで。ありがとうございます。よいしょ、どちら側でも。お邪魔します。あ、これってちなみに、はい、キャンピングカー登録してるから、はい、後ろ人乗れるんですか。今バンジーさんが座ってる場所は2人乗れます。で、そっちが乗れない感じですね。あ、こっち乗れない。こっちはシートベルトがある。あります、4人乗りです。いいな、4人乗り。人んち来た感がすごいな。車なのに。これは、あ、それもう背もたれで、これが展開できてベッドになるってことですよね。そうです、この部分が、はい、でこれが置いてあって、これがこう斜めになってくれてるおかげで、ちょっとこれ背もたれ背かけていいですか。すごくくつろげるんですね。そうなんです。これはでも狙ってこうしてるんですか。あ、そうです。それしかも後ろにもつけられて2個あれば両方ともくつろげるんです。なるほどなるほどなるほど。付け替えも、あっちもあっちもってことですね。はい、ここの強度気になりますけどね、ちょっとね。そこはまあ試験的な。そうですよね。僕がちょっとテスターでやってます。あ、広、はい、これがもうあるのに、こんないらないじゃないですか。贅沢だな。贅沢なんですよ。これは、あ、これが、はい、実はその靴脱いで上がるじゃないですか、はいはいはい、これ結構靴を取るの大変じゃないですか。はいはいはい、グハンドだ。これで取れると。なるほど。で、
これ閉めた時に、はい、ここの下駄箱に靴がしまえて、これワンタッチで戻せる。これめちゃめちゃ便利なんですよ。わかるけど全部手が届くじゃないですか、言って。普通の家と比べたら、はい、なのにまだ届きたいんですよ、ね。で今度じゃあこっち側かな、はい、扇風機、ね、扇風機があって、はい、時計があって、この辺はだから何なんですか。ここは一応まあ電装系の集中パネルでして、はい、まあ電源が取れたりとか、はい、バッテリーの残量であったりとか、はい、これもタッチパネルで、こういう感じで、あ、ここの照明が変えれる、はい、照明が、はいはいはい、タッチなんだ。タッチなんですよ、ボタンじゃないの、はい、でこれが FF ヒーターの電源なんで、寒かったらこれつければエンジン止まってても、もう全部ここに集中してるって感じですね。この下はこの下が下駄箱、これもここもともと下駄箱だったんですけど、食材が、はい、これケチャップとマヨネーズが入ってちょっと日本一周中なんでこうやって開けていく、はいはい、あ、ここも収納になってんだ、はい、もう女性とかもここでメイクとかしてっていう感じで、あ、そう、いろいろ収納、あ、鏡ついてて、はい、あら便利、キーケースとか、これ冷蔵庫がある、ここも収納で、あ、そうです、そうです、ここが冷蔵庫、ここは冷蔵庫です。日本一周中の冷蔵庫ちょっと開けてもいいですか。あ、全然全然、もう大したものは入ってないですから。あ、もう大した。ちょっと待って、モンスター飲みかけ入れますよ。いや、もう空っぽなんですけど。空っぽなの。ちょっとバジさんに、ね、見せる前にしまっとかなきゃって。いや、収納めっちゃあんな。そうなんです。あ、いいですね。ここは食器類ですね。調理器具と。今ちょっとここ上げてもらいました。はい。そしたら、うんちゃん、ここに来る。あ、どんどん。はい。はい、うんちゃんと二人で。めっちゃ距離あるね。意外と広いですよね、うん、広い。続いてキッチンです、はい、ここがシンクになってて、はい、ここでまあいろいろやったり、ここ上げてなんかやったりとかできるようになってるってことですよね。この辺にまな板と包丁が入ってるんで、これも僕が作って、ここが給排水の、まあ、チェックできるだけなんですけど、はいはい、給水するときは外を開けて、はいはいはい、カーテン開けると交換できます。おお。これ開くと開かないで全然違いますよね。そうなんです。調理するときはここにコンロを置くのか。そうです、そこでもいいですし、もうこっちでもどうでもいいし、もうここもなんか物置けるし、ここも収納があるし、ここも収納があるし。これ外せるんですね。はい、外して外でも使える足と、ベッドになってても使える足と、この状態で使える足ですね。正解です。でさっき言ってた外からも見た、換気扇、はい、こういうところにも収納があったりとかするっていうのもなかなか面白いですよ。これ閉じてるとギリギリ頭たるかな。ここまで下がるの。そこです。そうじゃあもうダメじゃん。じゃあもうダメじゃんですか。で照明は1棟2棟上にあって、で間接照明的なのがポンポン、これもそこで。そうです、これもここで、これはだからもうベッド棟みたいな。普段どっち頭にして寝てるんですか。頭はそちらで、こっちでしてるんで、ベッド180しかないんで、そっち頭にしないと足出せないんで。ああ、そうなんだ。身長いくつですか。185です。ケンケンさんが快適に過ごせれば、ほとんどの人が過ごせるってことですね。そういうことですね。それはいいモデルですね、本当にね。ありがとうございます。ここはどうなってるんですか。ここヒーターか。そこはあのバッテリーとか。バッテリーとヒーターが。FF ヒーター。ちょっと一回立ってみよう。立てた。いいわ。すごいいいわ。いいわ。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。許せない。許せない。許せない。こんないいものに乗って。で最初にちょろっと言ったけど、はい、そのやっぱ日本で一番高価な景観っていうのは、はい、高価なんですよね。そうです。これいくらって言ってるんでしたっけ？一応明確な額は出てないですけど、だいたい600から700ぐらい出ました皆さん。まあそうか、はい、それはまあ高級車っすね、そう考えたら。そうっすね。っていうかまあ普通のバンコンとかでも買えちゃいますもんね、その値段になってくると。そうです、バンコンでもだいたい580とか90で買えるんで、ハイエースレースとかで、はい、
ぐらい。そりゃ詰まってるわ。ちっちゃい中にいろいろ。そりゃ詰まってるわ。もうだから多分全部は見せきれてないですよ、多分今回。ちなみにティッシュの位置はどこなんですか？ティッシュはそこですね、実は。まだどんどん出てくると思うんですけど、まあ、多分ケンキャンチャンネルを見てればいろんなこの、こいつの顔が見えてくると思うんで、一回ちょっと出ましょうか。ありがとうございます。一回締めましょう。はい、ということで、はい、ありがとうございます。今日全部見させてもらって、多分まだ紹介しきれてないところがいっぱいあると思うんですけど、はい、いやー、羨ましいなっていう。羨ましいを通り越して最終的に悔しい顔してましたね、僕。悔しくなってました。じゃあまた日本一周頑張ってください。はい、はい、気をつけて進めます。今どこですか？あ、今あの山梨県の方。あ、なるほど。回っております。ということで、バヌケでございました、はい、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録をお待ちしております。そしてケンケンチャンネル、概要欄とここに多分終了画面が出てると思うので皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。以上でございます、はい、それでは皆さん、いってらっしゃい。いってらっしゃい。